今日未明、今治市で住宅が全焼した火事で、焼け跡から男性の遺体が発見されました。遺体の身元はこの家に住む高齢男性の可能性があるとみて、警察が身元の確認を進めています。今日午前2時20分ごろ、今治市高部の萩治さんの住宅から出火しました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、萩さんの木造2階建ての住宅およそ140平方メートルを全焼し、隣接するアパートの壁も焼きました。警察などが焼け跡を詳しく調べたところ、台所付近から男性の遺体が発見されました。この家に一人で住む萩さんと現在も連絡が取れておらず、警察は遺体の身元が萩さんの可能性があるとみて、身元の確認を進めるとともに出火原因を詳しく調べています。